ウォーレス・リードはアメリカ合衆国の俳優。無声映画時代のマチネアイドルの代表格でロマンチックな恋人役が多かったことから完璧な恋人と呼ばれた。ミズーリ州セントルイスで脚本家で舞台俳優の父と舞台女優の母の間に生まれ、1910年に父親が活動写真のセリグポリスコープ社に入るのに伴ってシカゴに移る。 セリグ社は1896年に設立された最初期の映画制作会社で独自の映写機を使って短編物を多数作っていた。同社でカメラマンを志していたが、容姿の良さから俳優に押され、多くの無声映画に出演後、同社で働いていたオーティスターナーの助手としてハリウッドへ移る。 共演した17歳の女優ドロシーダ・ベンポートと1913年に結婚、1917年に一時を設ける。D.W. グリフィスの国民の創生に脇役で出演したのをきっかけに、フェイマスプレイヤーズフィルムカンパニー社長のジェシー・エル・ラスキーに見出され、恋愛物や自動車、鉄道活劇に多数出演し、同社の人気スターになる。 ザバレーオブザ・ジャイアンツの撮影中に、鉄道事故で重傷を負ったことがきっかけで、モルヒネの薬物依存症になり、31歳で死去した。稲垣タルホは、リードの顔を、華奢な近代的な顔と表し、淀川ガ春は、無性映画の三大美男俳優として、早川摂州、ルドルフ・バレンチのとともにリードを上げている。メディアを再生するセシル・ビー・デミル監督の、 ザ・ゴールデン・チャンス1915年メディアを再生するセシル・ビー・デミル監督のアナトール1921年。